が向いて、その、ちょっと、ガラスの半分についちゃうから、ちょっと後ろ見てます。じゃあ、俺が見といていいもんね。はい。はい。じゃあ、皆さん、どっちかだけに手を挙げてください。いいですか？じゃあ、あやめとユリエッティの睡眠時間は無限大。パーフェクトエンジェルズが面白かったという方、挙手お願いします。おお。はい、下ろしてください。では、2組目のなーちゃんとみやびんのベアーズが面白かったという方手を挙げてください。頼む、どんどん上げるから、一番上げろ。あー、なるほど、上げるから、お願い、下ろしてください。そのまま発表していいですか？前向きしてくれたらいいですか。いや、クソ大差でしたけど、いいですか？やばみんな喉痛いから、やだ、なんか圧倒的に勝つ方は勝ちましたし、圧倒的に負けるは負けましたけど、では今回じゃあ勝った方を言いますね。はい、はい、勝った方を発表いたします。より面白かったのはなーちゃんみやびんのベアーズでございます。デジャブー。あ、私はあの箱に手を入れたくない。ドドメはあげねえよ。私はあの箱に手は入れたくない。お前らドドメはあげねえよ。やったー、ありがとう。罰ゲーム。え、ほんとあの箱ろくなもの入ってないですからね。いや、普通罰ゲーム。俺もこの罰ゲームやりたくない。余韻が抜けてない。見て、じゃあみやびんは初戦の漫才もこのコンビだったんですけど、はい、号泣したんですよ、漫才が終わった後に。おう、で漫才がね、今もう泣いてる。漫才がね、みやびんは、ね、結構プレッシャーで。あ、そうなんや。そう、もう私が書いた台本でも一言一句覚えてくれる。でもなんかほんま、ちょっと事件起きてます。はい、1年間1回も罰ゲームをやったことなかったこの彼女が、はい、ここで罰ゲーム。おめでとう、ありがとうございます。じゃあこれ聞いてください、聞いてください。いやー楽しいね。よかったね、罰ゲーム女出しとどめ。どうぞ。あ、そうか、結構いっぱい入ってますから。結構いっぱい入ってるこれ。何が出るから、何が出るから、開けてどうぞ。何ですか？ペンギン。あ、これはねえ、あれ一番これ辻カードです。何それ。私好きに決めれます。ねえ、かなちゃんしか喜んでないから。ねえ、ちょっと嬉しくない。じゃあユリエッティは、はい、DVD の告白のシーンをここでやってもらいます。やばい、本当にやだ。これが罰ゲーム。これ一人ずつなんですか？え、一人ずつなんですか？いや、だってあの告白できへんと思うで、ね、めっちゃ壁にドンって最後当たんねん。あ、それはできない。あれ難しいよね。あれはできない。あれはちょっと結構きつい。あれ やってみようか。じゃあ、はい、え、ここね、当たり前やないか。どこでやるの？ね、ぜひはやらない。あやめき、この月引いてもらうから。じゃあ、あの DVD みたいに、ここの壁に当たってよ。じゃあ、お願いしていいですか？はい。あ、なんだ、ご飯できてるけど、お風呂にする？ご飯にする？覚えてないの。じゃあ、ユリエッティの罰ゲームお願いいたします。おかえり。ご飯にする？お風呂にする？あ、でもご飯作ったから、先にご飯にしないの。大好き。やったっけ？違う。なんかギュッギュッてしてる。お前、あ、分かった。こうしよう。ナナちゃんがやれ。やります。やります。もう外に下げ。じゃあナナちゃん、はい、ユリユッティの告白な。はい、はいはいはい、お願いします。なんで？あ、やれやれ。ご飯にする？お風呂にする？でもご飯作ったから先にご飯にしようか。
詳しくは DVD で皆さんご覧ください、はい、ご覧ください。最高に面白いです。じゃあはい、メッキ引いてください。なんでやってんだよ。メッキ引いて開けてください。なんでしょう。え、それしか入ってないから。これじゃないですか。私分かった、これ辻さんカードしか入ってない。そんなことないよ。お前ら人を疑うってどういうことやろ。お前全部辻さんカードじゃない。バカ野郎、そんなことねえよ。たまたま引いただけや。やめとけ、もう引いちゃいます。いやいや、ねえ、待って、ちょっと待って、本当に絶対おかしい。これどうなってんの。これ不正がある。え、でも、ねえ、待って、これドキドキ返して。驚異的やな、連続で。違いますよ、絶対これ。では、あやめきにはそうですね、そうですね、ちょっと用意してないけど吸入ってできるかな。ピコ太郎を全力でやってもらってどうですか。やってたじゃん。ちょっとカナチャスやってみて。じゃあカナチャス来い。わかんない、お手本がわかんないから。ちょっとやってみて。いや、知らんの。いや、雰囲気ねえから。あ、わかりました、うん、いや、ただほら言っても音楽があるかどうかわからんから。そうだよ。ミュージックスタート。ねえ、あるの。ミュージックあるの。大丈夫かな、これ。よかったね、音楽。できるやん。できるやん。練習してたでしょ。よし、じゃあみやびんやろうか。やろう、やろう。結局やめんだ。だって罰ゲームやってないのお前だけやん。もうでもはないから。すいません、勝ち負けじゃないです。気づいた、気づいた。とりあえず僕からさ、これも含めて、これもさ、ダンス得意だから。ダンス得意だから。ダンス得意だから。いや、ただカナが落ちてる。じゃあまだミュージックが巻き戻ってないかもしれない。ミュージックスタート。すぐ出る。すぐ出る。うまい。いやいやいや、うまい。これやってるね。やってるね、あれは。最高です。すげえ、やったことないでしょ。プロだね。どうすんの、ユリエって。やんの。これ含めてお笑いやから。いや、やるかどうか聞いてるだけで。いや、これはやらなきゃいけない流れじゃないですか。ただ音楽巻き戻ってないかもしれないから。ちょっとミュージックスタート。あ、いいね。ピピエピ。いいよいいよいいよ。疑問系、疑問系。 I have a penI have a pineapple. I have pineapple. Pineapple pen. 見たことないの？ Pineapple pen. Pineapple apple pen. ありがとうございました。パイナポー出てきてた。How you？ 素晴らしい。How you？ 良かったです。びっくりだ。これじゃあはい、罰ゲーム以上で終了で、結局全員やっちゃった。ずるいな、あの僕。ちょっとごめん、どうしてもやりたい人がいて。おー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 。あの、ちょっと言うていい？完全に関係ない。いや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 、完全に、はい
じゃあ、かなちゃんさん、ちょっと一回ここ立てや。いや、音楽出るかどうかわからない、最近。確かに。不具合多いんですよね。いや、ちょっと、いや、出るかどうかわからんから。ちょっと、ミュージックスタート。あ、出た。ピピエピ。いや、めっちゃやってるやん。プロ。いや、あの、罰ゲームやねんけど、これ嬉しいってどういうことやねん。すごい喜んでる。 PPAP お披露目会みたいな。すごい喜んでるということで、やってみてどうでしたか、漫才を。この組で、もうこれこの組は明日ないから。はい。どうでした。どうでしょう。え、そっちは出来栄えはどうやったんですか。でも、今回ユリエッティがネタを考えてくれて。あれユリエッティのネタな。すごくないですか。いろいろ2人で直して、はいね、そう、ほら、ボケとかツッコミとかっていうと、ツッコミが、はい、あやめきがツッコミで、はい、っていうことやったんや。そうなんです。俺、ここのボケとツッコミ逆やと思ってた。ああ、よく言われます。ああ、そうですね。いや、まあ、これどっちが考えた。私です。ああ、そうなんや。そうなんです。明日はどういう組み合わせですか。明日はあやめきとみやびんがお調子者のおてんば娘双子っち。はい、はい。ゆりえって言ってなんちゃがずんどっこ。ずんどっこです。はい、明日はこの組み合わせになりますので、はい、またぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、この衣装で撮影タイムやりますから。お、はい、はい、で、ちょっとマイク回収します。それでやんの。まさか言うてみるもんやな。ピコ太郎の音楽あると思わなかった。じゃあ、行きますよ。はい、写真撮影タイムスタートです。明日は衣装これじゃないの。違うんや。明日のマネの衣装違うんですね。じゃあ、もうこれで見れるのは、これの最後になります。はい、この組み合わせでお笑いライブはここだけになりますので、明日はお昼11時お、早いな。早っ。お昼11時から、まあ、終わったらみんなスッキリしますからね。あー、そういうことね。はい、残りあと1分。あ、そうなの。はい、あと30秒です。20秒前。10秒前。5秒前。4、3、2、1、終了です。はい、ありがとうございました。はい、では最後にアップガレージのブースをご紹介いたします。はい、はい、向こう側にアップガレージの GT300、はい、昨年スーパー GT にも参戦しております、はい、アップガレージバンド86を展示しております。はい、で、今シーズンもまた新たに個人サポーターさんを募集しておりますので、よろしかったらこちら独自5000円でございます。ハンドルネームが車の後ろの方に書くことができまして、はいはい、オリジナルのステッカーとタオルをプレゼントしております。さらにこのオートサロン中だけですけど、今日明日で2つ以上でしたら、はい、
運転席に乗って記念撮影。地上でドリエンと一緒に記念撮影、ジェック地上でピットツアーご招待となっておりますので、すごいよろしくお願いします。お願いします。はい、あとクルーマーで募集した車両がこちらにありますので、またこちらも見てください。RX7 とホンダグラムのバイクになります。で、この裏側がアップガレージさんの店舗を再現しております。実際に販売もしておりますので、商品も見ていてください。はい、この後ですね、4時半から、今度は歌です。はい、歌です。今度はアイドルアイドルで、はい、アイドルで終わりました。今度はアイドルに、今度はアイドルで衣装も変えて、はい、これも4曲、はい、そうですね、4曲です。それの後にグッズの販売、CD と DVD、さっきのユリユーティーの告白が入っております。あの本物ぜひ見てほしいんですよ。見てほしい、完全に壁に当たってるんですよあれ編集でどうにもならないの、あの距離は。そうですね、あれはなかなかちょっと編集では、あれできないよね、だからね、あれはね、ぜひ皆さんご覧ください。はい、それでは最後にいつものやつで締めてもらいましょう。はい、皆さん後で行われるライブも来てください。お願いします。はい、それではいつもので締めたいと思います。買い用品、バイク用品、売るのも買うのもアップガレージ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ドリックエンジェルスのお笑いライブでした。ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございました。この後またホンダ歌のステージもございます。